に追われてるんだ。このまま引き下がれるか。こいつは地上で作られたものではない。この体が金属なのか粘土なのか。夕べから石たちが妙に騒ぎおってな。海賊が財宝を狙って男が悪い。ここだったのに。飛行石を取り戻そう。あんな足早く捨ててしまえばよかった。海賊はすぐ縛り首だ。あの子たちはバカどもからラピュタを守ったんだよ。もうこの城は眠りから覚めても嵐に乗って飛行石を持つ者を迎えに来たんだよ。君の一族と私の一族はもともと一つの王家だった。石を捨てて逃げて。700年もの間王の帰りを待っていたのだ。ムスカが王になってしまう。